ゲゲは2002年に刊行された、佐田正史著の短編小説集、またその表題作。表題作、ゲゲは2004年に映画化、また、愛し君へ、の題名で、テレビドラマ化、桜作は2014年に映画化された。ゲゲとは、仏教の僧が夏に行う暗挙という修行が終わる、時を言う。大語は、ケ夏。制作は、富士テレビ、幻冬者。 アルタミラピクチャーズ、東宝、電通。配給は東宝。興業収入は10億9千万円。2004年1月17日公開。上映時間は114分で、カラー作品。DVD には、字幕や、音声ガイドがあり、テレビ初放映時にも行われた。ナレーションは、富士テレビの武田優子アナウンサー。作中の医者やベイチェット病患者のセリフでは、 ベーチェット病の症状にもいろいろあり必ずしも目が見えなくなるわけではない。目が見えなくなる場合でも発症から見えなくなるまでの期間は人によって様々などの説明がある。3月頃、小学校教師をする高幸は数日前から目に違和感を覚えて病院で見てもらうとベーチェット病にかかり自身の場合失明する可能性が高いと言われショックを受ける。高雪には 結婚を約束した恋人、朝、村陽子がいるが仕事で、モンゴルに長期滞在中で、結婚取りやめの話を直接言い出せず、彼女の父に婚約解消を申し出る。後日父親から手紙をもらった陽子は、怒り浸透で予定を切り上げて帰国し、大事な話を勝手に決めようとした高雪に、愛直接文句を言ってその場を後にする。3月末で教師を辞めた高雪は、 長崎県の故郷に戻って、実家の母、里子や嫁ぎ先のねや地元の親友と再会するが、病気のことは言わないまま暮らすことに。後日、冷静になったよう子があなたの目になりたいと高雪のもとへ訪れ、里子は息子の恋人の来訪を喜び、高野家で一緒に生活を始める。数日後、高雪の様子に違和感を感じた里子は、息子の病気を知ることとなるが、 母への告知に悩んでいた、彼はとりあえず肩の荷が降りる。別の日、高雪が子供の頃によく遊んでいた寺にようこと訪れると、そこで出会った老人から、ゲゲという言葉を教わる。高雪は老人から、ゲゲとは、失明する恐怖と戦うあなたにとって、失明すると同時に、その恐怖から解放される人の言葉をもらう。数日後、里子はこれからも、 高雪のそばにいることを決めた陽子に感謝し、彼は失明するまでの間地元を回って、故郷の景色を脳裏に焼き付けることを決める。その後高雪は陽子と各所の景色を見て回るが、ある時一人で外出した時に視界が部分的に霧がかかるように白くぼんやりし始めてしまう。高雪は徐々に見えなくなる恐怖で陽子と喧嘩になり、東京に帰してしまうが、 その後彼女が大切な存在であることを再認識し、上京して謝罪しもう一度やり直すことに。後日、高雪のもとに最後に受け持った生徒たちから手紙が届き、陽子が一つ一つ読み上げるのを聞きながら、彼は生徒たちのことを懐かしく思い浮かべる。長崎の人たち東京の人たち二0十六年十月二十六日から十月三十一日にかけて六業会ホールにて。 朗読劇、ゲゲが公演された。高雪役と陽子役だけの朗読劇で公演ごとに組み合わせを変わる。公演初日の10月26日15時30分からのプレビュー公演のみ、高雪役は3名いて物語の展開に沿って入れ替わり演じた。ありがとうございます。